はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科、副院長の松尾直樹です。今日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、患者様のお声っていうのをいただけるということで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、お名前は清川さんなんですけども、そしたら清川さん、お仕事とちょっと趣味を教えてください。はい、仕事は、事務職やっておりますので、まあ、オフィスデスクワークになりますね。趣味が、スノーボードと最近はゴルフになります。はい、スノーボードとゴルフを変えてるってことですね。はい、ありがとうございます。そしたら実際に質問点をちょっとやっていこうと思うんですけど、清川さんは、まあ、トイレに来られる前っていうのはこうどのような症状でお悩みだったでしょうか。そうですね、まあ、先ほども言ったんですけども、うん、まあ主にデスクでの仕事っていう風なことになるので、はい、やっぱ座ってるとですね、こう、はい、だいたいこう腿の内腿の方から、はい、ふくらはぎの内側の方にかけてですね、足がしびれたりだとかっていうのが多くて、はい、それがまあ少し立ってこうちょっと歩いてっていう風な動作があった時にはこうピッとこう強めに痛くなったりっていう風なことがよくありました。現れたですね。はいはい。で、そういう症状が出て、それに対してはこう今までどんなことをされてたんですか。整形外科の方にちょっとお世話になりまして、うん、でまあ、見てもらうことはあったんですけども、まあ、その時にまあ処方された薬を飲むくらいのことしかしてなかったですね。なるほどですね。まあ、痛み止めちなみに飲んでみて、それどうでしたか、効果としては。まあ、飲んで、まあ、効果がある時はやっぱり収まるんですけど、うん、はい、まあ、まあ、数時間すると効果がまあなくなってきて、そうするとまたやはりしびれが走るようなことがやっぱ多かったですね。なるほどですね。まあ、飲んでるときはいいけど、切れると症状がまた戻ってくるっていうような感じですね。はいはいはい。で、まあ、その中で、まあ、当院に来ていただいて、まあ、問診だったりとかカウンセリングだったりとか施術を受けてみて、こうどうでしたか、施術とか。そうですね、はい、まあ、整形外科さんとやっぱり違って、うん、こうよくこう見てくださったりだとか、うん、あと、まあ、下半身のことであるけれども、うん、そこに対してこう上半身のところでこういう点も直していかないよっていうふうなところを、まあ、ポイントに絞って、はい、説明していただいてるんで、うん、やっぱ病院さんではそういうことはやってくれなかったのですね、うん、こと細かくこう理論立てて教えてくれる、はい、こっちで直す方法もどういうふうにすればいいか教えてもらえるっていうのがありますね、こちらでは。うん、なるほどですね。はい。で、まあ、いろいろね、整形外科もそうですけど、他の治療院さんとかいっぱいある中で、ここだけは他と違うなってところがもしあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、何が違うなとかありますか。やっぱり、まあ、先生ですね、やっぱり はい、整形外科さんの方にお世話になった時はやっぱり、はい、あんまりこう親身になってというか、うん、フランクな感じというか、はい、やっぱ機械的な感じで、まあ、薬出しておきます、うん、とか、そういうやっぱ本当に何ですかね、うん、こう一緒に治していきましょうというふうなのをあまり感じることがなかったので、はい、先生ですとやっぱり一緒に治していきましょうというふうなことを感じますので、こっちとしても、はい、一生懸命やっぱちゃんと体を治していこうというふうな気持ちになりますね。なるほどです。まあ、僕がいい人っていうことですね。そうですね。まあ、ありがとうございます。まあ、冗談さておき、まあ、その中で清川さんは今回ね、良かったことに改善できたと思うんですけど、同じようにこうデスクワークで座ってて、まあ、足がしびれるケースっていうのが、まあ、たくさんこれを見てる方いらっしゃってて、で復活に行こうかなって思ってるけどこう迷ってる人とかがやっぱりいらっしゃるので、まあ、その方たちに対して何かメッセージがあれば一言お願いします。確かにいろいろ足を運ぶまでっていうのは多分、うん、かなり億劫になったりすると思うんですけど、うん、一回行ってみたらですね、やっぱりこういろんな不安とかもあるんですけど、そういうのも取り除いていってくださってますので、はい、そのやっぱ体の調子が悪いことと、まあ、不安に対してのケアっていうのはすごくやってくれる場所だと思っておりますので、そうね、はい、行くまでにいろいろ多分考えることはあるのかもしれないですけど、行ってみたら多分、はい、
良かったって絶対思える場所かと思ってます。うんうん、ということですね。はい。そしたら、今日は貴重なお時間をいただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。